羽生ュー・選手の一人称使い分け。俺と僕の魅力。ファンの反応と宇野選手との特別な関係を探る。個性豊かな言葉遣いに魅了。フィギュアスケート界のスーパースター、羽生ュー・選手、23歳が一人称の使い分けによって新たな注目を浴びています。彼の俺と僕の使い分けは、彼のパーソナリティやプライベートな一面を垣間見る興味深い側面であり。 ファンや SNS ユーザーの間で話題になっています。この記事では、ハブ選手の言葉遣いの背後にある魅力や彼と宇野昌磨選手の関係について探ります。ハブ選手の、俺と僕の使い分け、俺からかな、と尋ねたり、僕が、とりあえず、おめでとうという話をちょっとしていて、その前に自分のコーチとか、トレーニングメイト、スペインのハビエル・フェルナンデスも一緒に銅メダルを取って、めちゃくちゃだったので、 僕と続けたりするハブ選手の一人称の使い分けがファンや視聴者に大きな印象を与えました。この使い分けはテレビ番組の Going! スポーツニュース日本テレビ系のインタビューで特に顕著でした。ハブ選手は宇野選手に話しかける際に俺と呼び、宇野選手との会話ではタメ口を使う一方でインタビュアーに話す際は僕と丁寧な言葉遣いをしていました。この使い分けが ハブ選手のファンにとって新鮮で、彼の人間性や感情に対する洞察を提供しました。ファンの反応。このハブ選手の言葉遣いに対するファンの反応は熱狂的で、SNS 上で様々なコメントや反応が寄せられました。以下は一部のコメントです。ちょっと、ハブくんとって自分のこと、俺っていうのえ、なんか、僕とか言いそうって思ってたよ。一気にく臭くなった W。 ハブ君が俺って言ったり、僕って言ったりするたびに過呼吸になる。ハブ君がインタビュアーとかに対しては一人称が、僕なのに昭和には、俺って言うのいい、兄ちゃん感がある。ハブ君の僕と俺の使い分けも死ぬが、これらのコメントからわかるように、ハブ選手の言葉遣いはファンにとって魅力的で、彼の個性的な一面に共感を覚える要因となっています。ハブ選手と宇野選手の関係。ハブ選手と宇野選手は、 平イ五輪フィギュアスケート男子で金メダルと銀メダルを獲得した功績により、日本中で注目の的となりました。その関係性は一般的な仲間同士のものを超えており、宇野選手が、昭和と呼びかけたり、深い信頼関係が伺えます。羽生選手は番組で、宇野選手との関係について以下のように述べています。結構仲いいし、付き合いが長いんですよ。最近になって剣を使い始めて、 時々混ざるくらいなんですけど、なんだかんだ言って3歳くらいしか違わないので、慶応とタメ口の混ざり方がいい感じです。僕的にはと話し、ゆずくんと呼びかけていたことから、関係性がいかに特別であるかが伺えます。怪我明けのハブ選手のコメント。怪我明けのハブ選手は、宇野選手との関係性を明かす一方で、自身のフィギュアスケートへの不安やプレッシャーについてもコメントしました。不安だらけでしたけど、 不安になるのは、どの試合も一緒ですと述べながらも、宇野選手の言葉を借りるとしたら、どの試合も一緒だなというと、宇野選手への尊敬の念を示しました。羽生譲弦選手の一人称の使い分け、俺と僕の魅力は、彼のファンや視聴者にとって新たな視点を提供し、彼のパーソナリティと人間性に対する洞察を深めました。彼と宇野昌磨選手の特別な関係性も、 その背後にある要因として興味深いものであり、ファンたちはその関係に共感を覚えています。ハブ選手の今後の活躍に注目し、彼の魅力的な一面がますますファンに愛されることでしょう。